最初はただのルームメイトで、彼もそんなんじゃないって言ってたんだけど、いつの間にか付き合いだし。あ、これって泥棒猫、カレンちゃんアメリカにもいたの？こいつ、妄想でも振られてやがる。ぬくみずくん、ちょっと付き合って。え、お兄様からの写真が止まりました。届かないところにでもいるんだろ。え、電波の？待って、果樹、まだ心の準備ができてないよ。え、でもでも、お兄様が誰かと結ばれたら、その次は果樹がおばさんになる番でしょ。心の準備が必要なの。本当にその順番でいいのか。